千葉城の戦いは、1333年に、後醍醐天皇の倒幕運動に抗応した、河内の武将である、楠木正重と、鎌倉幕府軍との間で起こった合意戦。千葉城は上赤坂城、下赤坂城と並び、現在の大阪府地葉赤坂村に位置する山次郎である。軍機物、太平器では、2月2日に赤坂城で、戦いが起き、 その5連戦で、千葉城の戦いが発生して5月10日早朝に終わったと物語られているが、一時資料からは、上赤坂城の戦いと並行する形で、2月27日に千葉城への工場戦が発生し、5月9日に終了したことがわかる。この年は、割りでは2月の後に、うるう2月があるため、3ヶ月半ほどの老城戦だった。 1331年、五代醐天皇による討伐計画が発覚すると、天皇は笠木山に挙兵し、楠木正重は河内赤坂においてこうした。鎌倉幕府は、討伐軍を派遣して鎮圧し、五代醐天皇を沖島で流し、関係者も処罰された。一方、正重は10月の赤坂城の陥落後、一時姿を消していた。 1332年4月、正重は赤坂城を奪い返し、鎌倉幕府法の湯浅隆史を基準させることに成功した。そして、湯浅を味方につけた楠木軍は、泉、河内の両国を芝叩く間に制圧した。北条隆時は、機内において、反幕府勢力が台頭していることを知り、9月20日に、関東八カ国の大名からなる30万余儀の、 追悼軍を派遣した。北条一族の主な武将は、明日を治む時、名古屋宗教、おさらぎさだなを、おさらぎ信政、伊具有政、大仏かじらであった。それ以外は、長崎高さだ、長崎市中、千葉さだ種、千葉種さだ、工藤高影、二階堂さだ富士、佐々木清高、小山高朝、結城近友らである。また、河野道盛が四国勢を率いて、 大船三百層で天笠に到着したのをはじめ、津王、長門、甲斐、信濃や北陸道七カ国の軍勢も上落した。正茂は赤坂城の爪の城として、千早城をその背後の三城に築いた。今後山一帯に点々と要塞を築きその葬式所として千早城を活用し、下、も赤坂城、上赤坂城、千早城の三条で、 鎌倉幕府軍と対峙し、上赤坂城には、平野正元、楠木正杖一家三百兵を守備隊とした。翌1333年1月開日、幕府軍は軍を三点に分け、吉野、金剛山、そして赤坂に向かわせた。吉野には、二階堂貞田藤が、金剛山には、大仏火事が、赤坂には、麻生おさがそれぞれ向かった。2月2日昼の時、 まずは、赤坂城で、矢合わせによって、戦いが始まり、幕府方の瞳光行と、本間助ケその息子、本間助ケが初戦で打ち死にしている。幕府は13日まで攻撃を仕掛けたが、城を守っていた平野将軍らはかなり前線し、戦いのたびに死傷者が後、600人は出るありさまだった。そこで、針馬の吉川八郎が、明日おさじに、 いたずらに攻撃を続けても城は落ちないでしょう。クスノキゼイは、泉、河内を制圧していたので簡単に兵糧が尽きるとは、考えらず、城の南側の山奥から城内に水を引き込んでいる、可能性があるのでそれを潰すべきです、と検索した。幕府軍が水の手を切ったため、城兵らは渇きに苦しみ、同年2月27日に、 平らの証言一家将兵二百八十二人は降伏した。この間、楠木正末は、千早城に引いている。降伏した城兵らは、六原に送られた後、全員が六条河原ので処刑され、その首は獄門にかけられた。太平記では、降伏した者が処刑されたことを伝え聞いた、吉野や、金剛山の兵らは、死士のごとく、怒り狂い。 誰一人降伏しようとは考えなくなった、と記している。金剛氏と宛書状、金剛氏図を赤坂城での戦いの最中、二2月23日に、楠木正重は、金剛寺へ書状を送っていた。内容は、鎌倉幕府軍が寺内に乱入して、上閣を構えるという風評があるので、おこたりなく防備し、団結して戦ってほしいとし、森吉新郎の領事に従って、 関東長区の祈祷に励む、つまり戦勝祈願するように丁重に依頼している。金剛寺は千早城から西へ約1 0トルに位置し、楠木正重との関わりが深く南北朝時代には南朝方の直岸寺として重要な拠点となっていた。2月18日、幕府軍は吉野の吉野城を攻めてこれを陥落させた。だが森吉親王は 村上義満が身代わりになったこともあって辛くも、逃げ延び、千早城へと向かった。一方、吉野城を陥落させた、幕府軍も千早城へと向かった。赤坂城の陥落後、包囲していた幕府軍は、千早城へと出軍し、吉野から来た軍勢もまた、千早城に駆けつけた。太平記によると、総勢100万と号する大軍が、千早城を包囲し、牢城側、 楠木軍はわずか千人足らずの小勢で守ったとされる。太平記によると、とあり、数十倍の大軍が、千早城に押し寄せてきた様子がうかがえる。赤坂城で勝利した勢いで、鎌倉幕府軍は一気に攻略しようと、六二陣も構えず、我先にと、向上した。千早城では、矢倉より大石を投げ落として、敵の盾を砕き、逃げ惑う兵には矢を振り注ぎ、 谷底に死体の山がうず高く重なった。とあり、長崎高篠田が死者の数を確認するのに、初期十二名が昼夜三日間筆が話せなかったほどと言われている。そのため、今後は総対象の許可なく、合戦を行う者は罪に問うと触れを出したため、戦いはしばらく休戦状態となった。その後、金沢ただし冬が、おさらぎさだなおに、 赤坂城の霊に習い水源を立つべきと申したため、名古屋地味に3000人の兵で水辺に陣を構えさせ、城から降りてくる兵を討とうとした。鎌倉幕府軍は水源を立つ、地球船に切り替えたが、城内には大木をくり抜き300もの木船が、水もた,たえており、食料も十分蓄えていた。名古屋軍は当初は緊張の中で毎夜を過ごしていたが、だんだんと気が緩み、 クスノキは、この木を逃さず、に、三百人を闇に紛れて、城から下ろし、夜の明け切らない時に襲わせた。クスノキ軍は、水辺で警戒していた兵ら24人を切り伏せたのを、はじめ休む間もなく切りかかり、名古屋軍は、持ちこたえることができず、元の陣まで退却した。クスノキ軍は混乱の中、名古屋軍の旗や大幕などを奪って、白へと引き上げた。 翌日、楠木軍は、城の正面に、名古屋軍から奪った旗と大幕を並べ、取りに来るように声を上げてから勝った。見ていた、幕府軍の武士は、非常に情けなくも不憫に思ったが、名古屋家の人々はこれに激怒し、軍に、一人残らず討ち死にせよと突撃を命じた。名古屋軍総勢五千機は、味方の死体を乗り越えながらも城の坂もぎを破壊し、城の崖下まで攻め込んだが、 崖は高く切り立っているので登ることができなかった。その時、楠木軍は崖の上に横たえて繋ぎ止めてあった大木を10本ほど切り落とし、これによって名古屋軍4、500人ほどが死した。大木を避けようとする兵に四方八方の櫓から矢を追いかけ、名古屋軍は残り少なくなるまで撃たれて、この日の戦闘は幕府軍の惨敗に終わった。 長崎高笹はこれを見て、城を力攻めすればいたずらにこちらだけが兵を失うので、戦闘を行わずに、方囲のみして兵糧攻めにするように命じた。そうすると、幕府の兵らは、時間を持て余し、長崎衆がレンガを読んだのをはじめ、レンガを好む者が集まり、一万区のレンガ会を始めた。兵たちは皆それぞれ、五夜数五六、茶の飲み分け勝負、加会などをし、 気ままに過ごすようになった。オ楠クス・大絵巻、クスノキ・観音ン・カ戸佐ン・成ゾウ、トサミツ,ツ・老城戦で、包囲軍に指揮に、緩みが見えてくると、老城軍の兵も退屈になり始めたため、正重は、今こそ、寄せ手の目を覚ましてやろうと策を巡らすようになった。正重は兵らに、藁人形を二重から三十単位作らせ、甲冑を着せ弓や槍を持たせた。 その人形を夜のうちに城外のふもとに並べ、後ろに兵五百を潜ませ、夜明けになると朝霞の中から時の声を上げさせた。幕府軍は楠の木軍の攻撃を決死の攻撃と思い込み攻め寄せたため兵五百は矢を放ちながら徐々に城内に引き上げた。鎌倉幕府軍が藁人形に到達したところを見計らい大量の大石を投げ落とし、 300名が即死、500名が負傷した。これ以降、幕府軍はさらに戦を控え始め、諸国から集められた兵は何もせず、各大名の陣営では、江口や神崎から遊女を呼び寄せ、遊び吹けるありさまだった。また、名古屋軍では、名古屋宗教と老いの名護屋兵庫助が、才の目から口論となり、互いに差し違えて死んだため、 双方の家来が戦って204人が殺される騒ぎが起きた。牢城中のクスノキ軍からは、天皇に敵対したために天罰を受け、自滅する馬鹿な人々だと嘲笑された。千早城合戦図、港川神社像、歌川香る院が包囲軍の持久戦に対して、同年3月4日に、鎌倉より、戦をせずにただ時を過ごすとは、何事か。 すぐに城を攻略せよと厳しい下地が届き、少子を特例することになった。そこで、包囲軍の諸将らは相談し、味方の戦線である近くの山より城壁へ橋を架けて、一気に攻め上る計画を立てた。計より、大区衆504人を呼び集められ、5、6寸や8、9寸の材木を集め、広さ1畳5尺、長さ20畳余りの橋を作った。完成後、 橋に大縄を2、3千本結びつけた後、車機を用いて橋を巻き上げ、城の崖に倒して橋を架け、兵たち5、6千人が城内へ向かって殺到した。楠木正重はかねてより用意していた松明に火をつけて、焚木を積み上げるように投げ、水鉄砲の中に油を入れて、橋に注いだ。城内にたどり着こうとしていた兵は後ろに下がろうと、しても後人が続いており、 飛び降りようにも谷深く、もたもたしていると谷風に煽られた日により橋が、中ほどより折れ、数千人が橋と共に猛火に落ち重なって消死した、と、太平記に記している。太平記以外の資料に、長橋後の刑の記述がないことから信憑性に疑問があるが、本丸の北側の警告は、谷が深く、茶ャ川上流の風呂谷には、架橋という地名が残っていることから、 千はや赤坂の史跡によると、太平記には誇張はあるにしても実際に実行されたと考えられるとしている。やがて、森吉親王の命を受けた吉野、戸塚川、宇田、内軍の信伏が、楠木軍に味方し、幕府軍の領土を遮断した。このため、包囲している幕府軍の陣馬が逆に飢えるようになり、毎日のように1、200機が包囲軍から逃げるようになったが、 チリに明るいのブせりに襲われて打ち取られるが、馬やか中、衣服を剥ぎ取られるありさまだった。千早城へ釘付けになっている、幕府軍の歓撃を縫い、五代醐天皇が潤るう2月24日に、おっ国の敗所を脱出し、戦場山に入った。天皇は、東幕の臨時を全国に発し、これに、張馬国赤松の李村、伊予国河野氏、肥後国菊池武氏,氏が放棄すると、 千早城を囲んでいた大名が相次いで帰国した。そして5月7日に足利高氏によって計の六原短大が陥落させられた。5月8日昼の時、高氏によって六原が陥落したという知らせが千早城の老城軍、そして包囲していた幕府軍にも伝わった。幕府軍の諸将は相談し、1日でも退却が遅れれば、信ブが多数集結して、 山中の道が危なくなる可能性があるとして、千葉城からの撤退を決めた。5月10日、早朝、幕府軍の諸将は陣を撤収して、10万機の軍勢は、なんとへと引き上げた。だが、大軍が退却する当たり大混乱が起き、岩場に突き当たってやむなく腹を切るもの谷底に落ちるもの他人に踏み殺されるのあるいは野伏りに襲われるものが続出したが、 ただの一戦も交えなかった、と、大兵器は語っている。結局、大勢の兵が退却に当たり死亡したが、法囲軍の主だった将は戦死せず、同日夜半になんとに到着した。5月8日、関東において拒兵した、新田義貞が手薄となった鎌倉を攻め、5月22日に鎌倉幕府は滅亡することとなる。義貞の拒兵は、 楠木正重討伐のために膨大な軍資金が必要になった幕府が、日田僧に対して6万貫もの軍資金をわずか5日で納入するように迫り、その過酷な取り立てに耐えきれなくなって、幕里を殺害、投獄したことに橋を発していた。鎌倉幕府が滅亡したのは、千隼城の戦いが終了した12日後のことであった。千隼城復元模型。 千早赤坂村立郷土資料館像、太平記巻七、諸国の平地和屋へ発行のことでは、直接、千早城前面に向かった百八十万に、赤坂城、吉野城を攻略し終えた二十万が合流して、計二百万の鎌倉幕府軍が、千早城を攻めたとされている。しかし、小学館の赤坂、千早城の戦いでは、誇張があるだろう。特に幕府軍の数は、 怪しい、二十万、百万ではなく、数万、十万ぐらいが妥当なところだろうとされており、大兵器の誇張を指摘している。当時の鎌倉幕府軍の参加部隊は一時資料である、楠木合戦注文に記載があり、そこから中世の軍事における人員構成を考慮すると、ある程度実際の参加兵数を概算することができる。以下は、荒井隆茂の考察に基づく。 以上から、千早城の戦いに参加した鎌倉幕府軍は、正規軍1万9千北条独走家士兵6千、で、おおよそ2万5千と解散することができる。元兵以来、馬上で弓矢を取って戦っていたが、徐々にその慣習は、捨てれていき、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけては、市街戦や山岳戦が、中心の戦となっていった。 そうなると勝ち勝ちで刀や弓矢で戦う、徒歩斬撃戦に騎馬隊が続くというのが主流になってきた。しかし、山上に築かれた城への攻撃となると馬は有効に使用できない。この戦い以前は本格的な工場戦は数が少なく山城への攻撃となるとこの合戦が初めてに近い。牢城側は弓を追かけ石や木を投げつけるのに対して 工場側は城壁を目指しひたすら攻め登るか、水の手を切るか兵糧攻めによる、自給戦しかなかった。そのため、城内に水源があった、千早城は、鎌倉幕府軍に対して落城することはなかった。幕府方は、赤坂城を落とした後、楠木正成の千人の兵が守る千早城を、大軍で包囲したが、わずか千人足らずの兵でも正成が抵抗を、続けられたのは、 石や丸太を崖から落としたり、鎌倉側の兵に油をかけ火を放った、などの常識に囚われない奇策を使ったからだと言われる。また、この情勢を見た地元の土豪などが、正しの軍に味方し、幕府軍を挟み撃ちするような状態になったからでも、あるという。実際、楠木軍の兵糧が不足すると、野長瀬正治の野長瀬森忠が、千早城に兵糧を運び入れていた。 という記録がある。幕府の大軍がこの戦いで釘付けにされたことで、正しの活躍に触発された勢力によって各地に倒幕の機運が広がり、有力御家人、足利尊氏や新田義貞の離反もあって幕府は滅亡した。くつの騎士は、後醍醐天皇が開始した、県務の申請においても徴用された。歴史学者の古座雄一は、大軍をもってして持ち早城を落とせない。 楠木正成マ人に振り回される幕府の低堕落を人々が目にしたことで幕府、北条氏の腐敗神話が崩れていった。その結果、腐敗を支配の正当性としてきた北条氏は人心を失い、それまで溜まってきた不平不満が爆発し、鎌倉幕府が崩壊したと考察している。金剛と残口の有料駐車場 AB、楠木合戦注文。 斉藤新兵入道、四足表へ五郎、佐助一前主伝を手として正向きならどうぜじゃ絡めての、ところ、去月二十七日、楠木のき城混合山千は城をしやどりき、総選の間、地産城も、石つぶて、数箇所飛出し、家ども、最魔存命凡化し、若党数人手をやるだし。ありがとうございます。